ヘリコプター弦楽四重奏曲はドイツの作曲家カール・ハインツ・シュトックハウゼンが作曲した弦楽四重奏曲。彼の長大なオペラ、光の中の,の水曜日の第3話の曲として1993年に作曲された。2012年8月23日に演奏された画像それぞれのヘリコプターに一人ずつ奏者が乗り込み、ヘリコプターの中で演奏する。 これらのヘリコプターは、コンサートホールの周りを旋回し、その中で、おののの奏者が演奏し、その音と映像を、コンサートホールに中継する。光の他の場面と同様、この作品も三世のスーパーフォルメルに基づき、作曲されている。助走とコーダに挟まれ、大幅に拡大されたスーパーフォルメルが3回、演奏されるという、比較的単純な構成をとっている。 ただし、フォルメルの各音は4つの楽器の間で頻繁に交換される上、グリッサンドを伴って演奏されるので、普通に聴くだけでは、スーパーフォルメルを聴取することは難しい。ヘリコプター4台を動員し、空中から音楽を中継するという、困難な演奏条件の曲である割には演奏の機会に恵まれており、これまでに数回演奏されている。また、CD リリースも、 モンテーニュとシュトックハウゼン出版社から2種もいち早く行われた。シュトックハウゼン出版社団には、初演時のライブ録音とスタジオ録音の2種類の録音が収録されており、モンテーニュ版は後者の録音と同一音源である。アービン・アルディッティは自分の弾く音が全く聞こえない不思議な体験をしたと言った。この体験から演奏者自身は、 自分の発する音が全く聞こえなくても音楽表現は成立するのかといった新たな問いが出されている。アルディッティ弦楽四重相談からの移植にもかかわらず、当初のシュトックハウゼンは伝統的形式及び編成の機秘という理由で作曲を延期し続けていた。しかし、シュトックハウゼンはある日ヘリコプターに弦楽器奏者が乗って演奏し、 それが四つ輪になって旋回する奇妙な夢を見た。この夢に触発されたシュトックハウゼンは早速この夢を現実のものにしようと行動を起こし、四台のヘリコプターと幻楽始重奏のための幻楽始重奏曲を作曲した。オランダ空軍のヘリコプターアクロバットチーム、グラスホッパーズ1995年6月26日、アムステルダムにて世界初演。 初演に際しては、綿密なテストが行われた。演奏するためには、ヘリコプターのパイロットが4名、バイオリニストが2名、ビオリストが1名、チェリストが1名必要である。直接音を出すのは、蒸気のみだが、その他にミキシングを行う技師なども要する。なお、正式なタイトルではこれらすべてが、編成に含まれている。離陸から着陸まで30分程度。 ヘリコプターのエンジンが起動して、ローターが回転するところから音楽は始まる。弦楽四重奏の奏者がそれぞれの機体に登場すると、チェロが刻みの少ないトレモロで演奏する。ついでビオラ、バイオリンも同様にトレモロによる演奏を開始し、ヘリコプターのコードに合わせて音がだんだんと上昇していく。またトレモロの刻みも細かくなっていくほか、 ピッチカートやスピッカートなど、双方にバリエーションが生まれる。これらの各楽器の音の動きは、オペラ、光で中核を成すスーパーフォルメルに基づいている。一定の高さまで到達すると、弦楽四重奏の奏者たちが、順番に、そして最後では、全員がドイツ語の数字を1から数え始める。ヘリコプターが着陸のために、 高度を下げていくたびに、音の高さや刻みの細かさなどが比例して、低くなり、楽器も演奏されなくなる。最後は、冒頭と同じく、ヘリコプターのエンジンを停止させ、ローターが静止した段階で、音楽は終了する。ありがとうございます。